な先生になりたいです。楽しかったことは一人ゲームをしたことです。あの目を見せて僕の大好きな時を止めてしまう魔法みたいに風が流れている絶え間なく遠く離れた人たちのなんだ置き換えて今を生きるために明日へ繋がる君の大切な人にも風に心を込めていつもありがとう。これからも何にでもチャレンジして頑張ってください。